パリゴリンは8日、陸上の女子100メートル障害の敗者復活戦が行われ、25歳の田中由美が12秒89、向かい風0.2メートル、の組2着で準決勝進出を決めた、フラッシュインタビューでは冷静な語り口でレースを振り返ったが、ネット上の日本人は田中の言葉遣いに注目、健常的言葉でおっしゃるインタビューって初めて聞いた、丁寧な言葉、といった声が上がっている。 落ち着いて振り返ったレースを終えて日本の中継局が待つフラッシュインタビューの場に立った田中。自分のペースを崩さないってことをテーマに走りましたと話すと、レースプランやレース中の心境についても触れた。レース分析の中では、さっきも落ち着いてと申し上げましたが、など、準決勝進出にも浮かれる様子はなく、丁寧な言葉で振り返った。インタビューの様子を見たネット上の日本人は、 田中の落ち着きぶりに簡単。申し上げた、と、健常的言葉でおっしゃるアスリートのインタビューって初めてだったように思う。それだけで、いい娘だな、と思いました、こういったインタビューで、申し上げましたが、という丁寧な言葉遣いはなかなか聞けない。レース後のインタビューで、走る時の気持ちや、レースの分析、次に向けた気持ちなど、とても丁寧に話していて、 より応援したた、くなったインタビューの話し方で頭いいってわかる、二路整然と語るのは頭が良い証拠といった声が広がっていた。